はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。やっぱり共闘みたいな感じかな。さすらいバトルイベントね、始まる。おサリーちゃんのパパみたいな髪型のカイラが新調ガシャですね。そしてあやっぱ予想通り A ランクの女の子妖怪がグマシになるという予想もあってましたね。なるほど、カイラがサリーちゃんのパパに。あそして方針演技はエンディングですね。今回で一応完結編ということで神が負ける、友達と力を合わせた俺っちは負けるはずない、わらわ神いつか力も取り戻しまたこの地に恐怖をもたらしてやろう。太鼓棒、太鼓棒もパーダウン、何か奴を封印できるものが。さあお、魔王支部ですね。壺のさん、マフーバ、ということで壺の中に狭い壺の中で反省マフーバー。はい、というわけで終わりました。でも友達がいっぱいできた、友達もロマンには欠かせん、お前たちなら理解できると思ってたぞ、ということで。さあこれで太鼓棒立ち返ってしまいます。あっはっは、武王がね、帰る前に一つ言い忘れたことがある。壺を割ったのはお前だった。なんで隠してた、ギクごめんにゃん、おことになってしまって言い出せなかった。別に怒ったりしねえ、だけど友達なんだからもう隠し事はなしだぜというね。実はもう一つ秘密なんだっけ、チョコポの食べかすがついた手で太鼓棒の釣り竿に似た。私は孫の手に、きついお仕置きが必要。ということでエンディングでございました。まあ討伐戦ね、ここで最後ラストを引けるのでちょっと後でねラスト引きましょうかね。一応これ無課金サブアカの方で28位ですね。すごい、すんばらしい。ちょっと先にイベントの方、あごめん、ちょっと先に超ガシャだけ回させてくれ。小生数士さん、超召喚スキル打ち消しとお払い、陽気維持 45%、 また優秀な群馬シーンが。ちょっと待って、このサリーちゃんのパパだけちょっと。総霊戦者カイラ、なるほどね。後天寺シエンマに総霊戦者カイラか。また王族か。これはね、このアカウントがゲットでき、超過護か、自分だけか。あ、限界突破するとか。これすごいな。超過護がつくの、ボン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 。ストーリーもありますね。ちょっとこれはまた。これはちょっと限界突破したら消化後でも自分だけなんだな。前は打ち消しだった。あ調整乗るかそるかはまあ当た外れてはいなかったか、予想してたんだけどね。はいごめんなさい。そしたらさすらいバトルです。このイベント国取り戦のマップにボスが出現する。なるほど、ボスに挑んで見事勝つことができればなんとボスの絆をゲットできる。絆の他にゲットできるサスライスターを集めるとより多くの絆を獲得できる超サスライバトル。まあ前だったらなんだかフィーバーバトルでしたっけ。うん、で超サスライバトルでは強力なボスが待ち受けています。しっかり準備をして挑みましょう。さらに国取り戦でボスのいる国を自分の戦力が占有したり自分の勢力が生き残っていたりするとボーナスが発生して絆の入手確率がアップ。あなるほどね、じゃあマストじゃなくていたらさらにいいなって感じなんですね。でボイスを追いかけて国を攻めるかどうかは勢力なのかもという相談。ちょっと揉めるね。はい、最後にサスライスターを一定数集めると数に応じて報酬がもらえる。なるほど、ボスとたくさん戦って絆と報酬どちらもゲットしちゃいましょう。ということで前半戦はノルカなのかな。ということで前半戦は7月28日11時まで、11時珍しいね。後半戦は8月4日14時まで、11時。そして転生ノルカね、転生ノルカといえば混乱超論
限界突破するとって書いてあるのあれだな。バトルに勝利すると転生ノルカの絆、イベントに参加して仲間にしたら限界突破、あ、限界突破できるんだな。後半戦では転生ソルカが出現しますということで、前半ノルカ後半ソルカという感じですね。はい、頑張っていきましょう。で、一応国取りの方にはなんか深夜にねいますね。深夜を制圧すると良さそう。特に関係ないか。はい、でさっきスケジュールが、あ、ここの国取りの画面からさすらいバトルの方にも行けるんですね。でスケジュールで深夜円巨匠深夜円という感じで、なんかボーリングがスケジュールができてると。で消費はスタミナもの体力を使ってということで、うん、まあできたらね、あ、そうか、この時に国取りパス使えばよかったな。国取りパス今使えばよかった。前回使っちゃったよ。まあいいか。一つ選べるさすらい絆箱っちゅうのがあるようですね。うん。4.5 周年記念コインも到達でもらえるということで、はい。いいですね。で、順位報酬で前半後半あるけど、順位報酬ないのか。なるほどね。はい。まあいいや。で、特殊ボーナスは、カエラ、あ、武王もいいんだ。へぇー。武王。で、あと、ジョカ。あ、ジョカ、全ノルカップだけか。そしたら、特にいいかな。なんか、ポイントアップとかね、ドロップアップとかならともかく、そういうのじゃないので、あ、大都督ヌラリ、このアカウント持ってないんだ。へぇー。ということでね、妖怪が有給用みたいな感じになってますね。じゃあ、ちょっと、本当に共闘イベントみたいな感じですね。なんか、とりあえず、軽くやってみましょうか。ちょ、なるべくイベント妖怪を使ってやっちゃいましょうかね。群馬神のイベント妖怪は、イベント妖怪というか、イベント群馬神はいない感じ。で、いつもだったらね、で、今回相手がノルカなんで、薄ら影ね、小生光月影とかね、薄ら影アップがあるんで、まあ、その辺は一番、武王につけてあげたらいいのかな。どうなんでしょう。はい、結構前衛が多いな。で、豪傑といえば聴覚とかも豪傑か、加護に豪傑だね。まああとは孫昌子ちゃんとかかな。はい、まあその辺うまく使ってね、やるもよしという感じですかね。まあここはバフにしてあげて、私が大好きな読み、こんな感じでいきなりやってみましょうかね。で、なんか5倍ボタンとかあって、本当に共同イベントみたいな感じですね。とりあえず1からやっていきましょうか。そういえば、あの光月影ってあれだったね、カイマだ、着物攻撃勢がカイマキラーだった。今更気づいたけど、あ、こうやってさすらいバトルで、マックスで超さすらいバトルっていうのが出現して、それでね、絆ドロップさせるんですね。はい、まあそれはちょっとこの後やっときましょうかね。さすらい2、本当に共闘イベントみたいですね、なんかね。まあ絆、桃の数が同じなんで、まあ、なるべく、強いところとやった方がいいって感じかな。天地師が出てくるから、高天地師も出てきそうですね。まあ、正直な、サボり使ってきやがった。正直、ジョカたちはいらないかな。というわけで、最後、ジョカは強くしなくても良さそうですね。ここで光天寺師と暴走カイラ出てきて、ノルソルもここで転生になってきました。まあちょっとここからね、上がってくるのかなって感じ。打ち消しガードまでしてきて、今回ポイントはサボりなのかな。うわ、一気にやられちゃった。ちょっと気をつけながらやられちゃった。はい、まあやっていきたいなと思いますね。なんか普通に
はい、余裕ぶっこんでたらやれちゃう感じなんで、まあちょっとこの辺は気をつけながらやっていきましょう。絆ドロップ率アップ中とか、なんかやだ、何こういうの、やめてほしいこういうの今動画撮ってんのにはい、なんかそんな感じみたいなんで、こういう時にサスライバトル出現にするとあ、いいのかなと思う。あ、そっかそっか、23時間は最初の24時間はアップ中なのかな。はい、そんな感じですね。じゃあ、あとは前回のね、イベントを締めちゃいましょう。一応28位だったんで、1500、そして3000という感じで、金貨もね、ゲットできて、よかったですね。一応、討伐戦大当たりが、5個ゲットしてあるんで、まあ、これは、ジョカは今回、もういいのかなって感じですかね。うん。まあ、ちょっと、サーバー2がやっぱり、いいんですよね。なのでジョカは3突ぐらいまでしようかな。後で交換して2突、まあ、500は交換できるんで、あと転生ジョカは突ですかね。うん。でこれが多分戦闘力1万にできるのかな。レベル上げ忘れてるね。はい。なんで、まあ、ちょっとうまいことね、やっていきたいと思います。一応グレードもちゃんとしてれば1万ですね。で、あとは、パワーアップ妖怪とかがパワーアップしたはずなんで、どっかでね、ちょっと、お伝えできればいいかなと思います。あ、これですね。パワーアップ妖怪。これも後で、ギバニャン劉備。比較がないからよくわかんないけど、戦力8000になったな。戦力8000ってすごいね。あ、すごくねえか。1万にしてほしかったな、戦力。何これ。8000か。クリティカルとか上がってるね。で、ニャン魔女。あ、強打が加わりましたね。ボスに特化した必殺技。まあね、必殺がもともとね、トリックアトリートの10月31日と1031だったのが一緒。サボり系が超サボりになってるっていう感じ。潜在能力もなんかバージョンアップして 10% ダウンだぐらいだったのが 50% になってんな。やっぱりパワーアップってすげえな。そして天狗8000、あ、ニャンマジョ1万500になって、ジバニャンなんだよ8000って1万にしてくれよ。で、天狗は揚力アップが 10% ぐらい上がってって感じですね。攻撃速度ダウン系で、なるほどね。KK ブラザーズ持ってないので、持ってないというか お別れしちゃったんで、あんまりわかんないかな。はい。雷と火が特化してるね。で、群マシンのパワーアップどうしちゃったんだろうな。はい。妖怪はいいけど、群マシンのパワーアップはどうなっちゃったんですかね。もうパワーアップしたんだっけ。掃除とかね、周遊とかその辺なんですけど。あとね、スーシちゃん来てるんで、これはね、60連で確実にゲットしたいなと思ってます。打ち消しお払いで、取り付きの群馬市ですね。はい。で、ノルソルちゃん。ノルソルちゃんね、ボーナスってのがあるみたいなんで、はい。絆 30% アップなんだな。超さすらいバトル。なるほどね。クリアすると必ず絆をゲットできる。で、5倍出陣とかあって、京都イベントに本当近いね。乗るか、金稼いよだっけ。様つけるか。経験値アップだ。助っ人スキル。命中クリティカルぶつかりの3種の神器揃ってる転生ノルカ。ノルカって強いよね、超クリティカル。なんかでも、なんか、ベーシックだな。ベーシックな強さ。で、こっちは、あ、氷特化だね。なんか、ソルカというとサボりってイメージがあるんですけど、氷、とにかく氷。風流の氷バージョンみたいな、そんな感じですかね。こっちも命中クリティカル。超クリティカルがあって、まあ、絆ノロップで入手しましょうという感じですね。
で報酬にね 4.5 周年記念コインで1つ選べるさすらい絆箱って、ああ50ゲットできるんですね。なるほど、これはいいんじゃないでしょうか。で特攻がさっき言ったようにこちらで、もうすぐね宝珠、今日無理なのかな、明日かな、ちょっと宝珠ね集計してくれてると思うんで宝珠配布も待ちたいと思います。じゃあ最後ね記録上げて終わりにしましょうか。最後セッション52、一応これで500交換して、これでもう一つかな、それか、うん、まあちょっとそれは考えておきましょう。で最後回しましょう。ちょ今回5回も当たってくれたんで再抽選券使い切る形で、たまたまね運が良かったね、まあ、最後抽選ないですけどいいや。頑張ってね、完走だったからねかなり上位に入れて、やっぱりもうメインアカは今後こっちのサーバーかとかサーバー2の世界で生きていこうかなそんな感じでちょっと思ってます。あとは何でしたっけ、一通り見て超ガシャはまたちょっと別途やりたいと思います。カイラね、なんかかっこ悪いねこのカイラ、吸収なんだ、打ち消しで超過後、味方全体超過後で限界突破したら自分だけ超過後がつくんだな。で何回もつくっていう感じで、施設 40% アップか、あーこれも強いね。はい、まあ一応このアカウントはねチケットが39枚、前回使わなかったんでこのアカウントはカイラゲットしたいなと思っております。はい、じゃあとりあえず今回こんな感じにしましょう。なんか忘れてるけど、まあしょうがない。ジョカはこれで3と2、じゃあね新イベントも楽しんで頑張っていきましょう。はい、じゃあすいません、またそれではね次の動画でお会いしましょう。さようなら。これで超ガシャチケット40枚だ、いいじゃん。あ、そうだ、思い出した。なんで、ジョッカ、一応5個あるんで、ナタでいいかな。ナタ一突したいな。今回5個大当たりでした。じゃあ、新イベントもね、頑張っていきましょう。4.5 周年第2弾は、始まってますね。第2弾もあるんで。キャンペーンね、この辺かな。あれ特にないな、追加が、あれ追加、あここからか、金貨交換所オープンしてるぞ。おお、天聖オロチの絆とか、なるほど、じゃあ周回頑張ろうだ。ほんとマジで失敗したな、こっちだったか、こっちだった。でも経験値2倍、キャンペーンあるから経験値やっとかないでよかった。ああ、無料パスは今使うべきだった。ああ、またやっちまったな。経験値パスはね、こういうこともあろうとね、使ってないんですよ。あれでもなんか、ああ、パス我慢しときゃよかった。はい、すいません。またお会いしましょう。さようなら。群馬神のパワーアップどこ行ったんだろうな。いろいろありますね。